マクラボチャンネル。今回の研究テーマはラキューです。わずか7種類のパーツとオプションで構成されるブロック玩具でのモデルの作成をしていきます。本日ご紹介するのはゴジラに登場する怪獣モスラです。以前作ったゴジラとサイズ合わせをしたので戦わせてみました。このサイズ感のゴジラ怪獣は今後も何体か作ってジオラマにしたいですね。すでにメカニックなやつを作成してますのでご期待ください。それでは作り方解説を始めます。簡単そうに見えて結構組み方が難しいモデルで難易度は3ぐらいです。モスラを知らない、興味のない方は色を変えて蝶の幼虫にしても良いかもしれません。3個作ろう。ここでちょっとこのチャンネルの紹介をさせていただきます。飼育玩具のラキューなどのブロックおもちゃの可能性を追求するマグネットブロック研究所が運営するマクラボチャンネルと申します。飼育ブロックを持ってる人も持ってない人もクリエイティブなことに興味がある皆さんに見てもらえたら幸いです。チャンネル登録やコメント高評価で研究所を応援してください。以上、マグネットブロック研究所所長のマクラボでした。難易度高いです。ずっと話し続けていたのでこの後は少し静かになります。
完成です。尻尾の組み替えでアクティブなモスラになります。お疲れ様でした。よかったら高評価、低評価、コメントなどをしてもらえると励みになります。またチャンネル登録や通知設定をしてもらえると大変嬉しいです。それではまた次のレポートでお会いしましょう。